皆さん、いつもご視聴いただきましてありがとうございます。キャンピングトレーラーを今制作している最中なんですが、材料の方がストップしまして、トレーラー編の編集がちょっとずれていまして、ということでね、大方目処がついたら公開する予定だったんですが、少し早いですが、軽トラキャンピングカー1号機編ということでね、実は軽トラキャンピングカーも進行してたんで、まあ、こちらの方をね、先出しという形でアップしていきたいと思います。時系列制作日が前後してるんですが、そこはねスルーしてください。ということで、キャンピングトレーラー編を再生リストからもお楽しみいただけます。はい、ということでね、今日から、まあシリーズに分けてね、軽トラ編というのもアップしてまして、こちらは DIY を自分でやりたい人のために、なるべく分かりやすく、作っていく過程をお届けしたいなと思います。トレーラーではね、なかなかマネをするというのは難しいと思うので、結構馴染みのある軽トラック編というのを作らせていただきました。ということで、お楽しみください。おいっす、人気者と思われちゃったら、おいっす、寒いな今日は。寒い、なんていう、どういう格好してんのこれ。俺の格好取ってみ。あ、これどういう格好してんの。寒いね今日は。ちょっと待ってみんや、これ。なんやのこれ、なんでこれ半袖なん。寒い、どういうて逆やろ。はい、じゃあやるぞ。まあ材料はこれで、うん、まあ、あとは中やからな、うん、作業入るよ。よっしゃ、切るっていうところでもう一回やるでしょ。オッケー、せやな。あ、幅って測ったんだけど、幅測った、うん、それを入れるとこれの3秒。よし、じゃあやるんやな。まあやるんやな、うん、これね。まあ、最初に図面あった方がいいよね。そうですね。今日は工程はどんな感じ？採寸みたいな。今日はもう箱、まあキャンピングシェルの、うん、箱ですよね。うん、もうその側をこう作ると。うん、4面、まあ、5面ね。5面か。まあ床も作りますけども、うん、それが大体。自分も俺のキャンピングトレーラーに感化されたんやな。いや、もう5年前から。これやろう、企画してたんか。もう5年前からやろうみたいな、うん、自分の方がちょっと弟やな、吉本で言うたら。兄さんかいなっていうもん。ちょっと言っていいかな。めちゃめちゃ半袖。半袖で俺まだ汗かいてんじゃん。今日春やのに暑いな。うん、いやでもあれやね、広いねやっぱね。すげえ、そんなスライドすんねや。なるほどな、
ぽいな、ぽいよ。気持ちよすぎるやつ。ピタゴラスイッチやな。これ。え？うわっと揚げ子に出てくるやつ。こうヒューってなんか出てくる。うん。カメムシも出てくる。ピタゴラスイッチ。まあ好きやろね、これ大体。うん。カメちゃん。カメちゃん。カメちゃんもゴブの魂。人が、この辺早送りでいいと思うね、うん、じゃあまあそれでもこう気持ちいいところだいぶ気持ちいい作業も気持ちいいかもからな、うん、こういうことやろ、要は要はそうバズるっていう、カメ、うん、カメいいとこで飛び上がんな、これで気持ちいい瞬間が訪れるわけやな。これどれにやっぱしてるかいうと、うん、まあこれがちょっとまだ入らない。ピタゴラスイッチもう一回切らしてくれ。
よし。で、ここに、そうやね、うわぁ、すげえ、きっちりやん。まあ、ちょっと深さ、これを見て、もうちょっと深めがいいかなと決めるわけ。まあ、でもそれやったら、ほんま1ミリぐらいちゃうもん、出てる。うん、寸分狂いなくな、うん、どうしようかな、やろうか、うん、いっとこ、ちょっと深く掘れ製品やもんな、うん、その手ではない、うん、気持ちいいな、なんかドライバーでピコピコやってる人が多い、あ、そう、ここをやるだけでも取れるから、ね、うん、こっちはちょっと分厚く硬着してるから、うん、こういう位置だ、取りが終わるんだ、地獄りアレルギーやな、地獄りアレルギー、ほんまやな、どれ出すよ、頭の中今日出したからな、俺はだからちょっと強いのかな、俺らこの手ってな、木の多分薬品かなんか入ってんやろな、それが反応したりとか樹液、そうそうそう、これを生成するためのなんか、はい、やり方としたら側面を再度切り込んで順番に蛇腹状に切っていくみたいな感じでこの溝が出来上がるようですね。まあ市販の工具でやる際は、丸のこう下から下に設置して高さだけ合わせて同じようなことはできると思うんですけど、上からの丸のこじゃちょっと無理かな。でもこれは本当に全然木がずれないし、めちゃめちゃいい方法です。僕も次回これやってみたいなと思います。出幅とかもやっぱでもほら既製品やん、こうこんだけなカチッとしてた、よし、ほら持っていこうか、納期ありやから、あれやな、必死のパッチやな、納期というか期限というかな、いやー、山いいですね。もう一本だけ尖ってるね、木がね。
それ知らん人多いんちゃうん。これ俺も知らんもん、歯ブラシ使う。歯ブラシ結構やってるで、やってる人も多かった。均一に通くんやん、俺それ使わなかったな、キャンピングトレーラーで生かさなかったな。まあ忘れるかもしれんけどな。まあ作る、この動画がなすぐアップされてたら俺かてキャンピングトレーラーに生かすねんけど、俺かて編集多い境やん。そうだな、だから忘れとったらそのまま忘れたまま進むやろうね。まあこれは今日あればやればいい。また状況が読まれへん。はい、じゃあ会議ちょっと しますので、とりあえずこの窓イメージ、窓イメージ場所ね、うん、ちょっとな、正直言ってな、うん、床つくとテンション下がってきてもうてるんだよ。もうなんで俺今日のタワーはもうないんや。ちょっとねテンション下がってきてんねん、お腹空いてんのもあって。そうそうそう、だからお昼食べへんかった
食べてないから。で、窓、窓はだから、食べてないこっちは俺はこういう横巻けど。うんうん。はい、これぐらい。で、こんな時間か。要は、これを、こだわると、2本、うん、走らせる。で、この間、窓の部分だけこう走らせる。うん、まあ、結構強いと思うんですよ。強いな。いけるな。それ、これ床か。これは床。うん、まあ、でも壁もこれぐらいの高さになるなと思って。窓をどこにしようかっていう話。窓、なんかこうほんま、こう開くやつあるやん。あるな。あれ。使い棒だけのやつあるやん。気持ちいい気持ちいい。すげえやもん。まあまあ、そこだけだから、こうぐるりこれ巻いてあげとったら、うん、後で窓枠、FRP でもいけるし、そうやね、これでもいけるし。うん、いっとこう。で、こっちは、こっちは。こっちの俺な、どうなんやろな。これ作るのにポニーどこに使うじゃあしなっとったからあそうなんです最後の最後なこうやっぱねじれてるな、はい、だからこうちょっと締めながら問題するあもう最初だけやったふりしてんけどこれ取るためにあのもうええわちょっとあの山ちゃん2回山田もっここれはやばいなこれはやばいと思うな見つかった、そう、失踪してた人が見つかった山田くん、山田くんもね、木工屋さんやからなしかし、木工の機械飛んでたらいいな天国や出身、囚人系か今、組んでますはい、山ちゃん、竹ちゃんたけちゃん山田もっこたけちゃんはい竹田もっこ山ちゃん違うえおかしくなるから人が違うからまあそうやけどプロが職人が2人こうやって集まることもあんねやな橘さんも含めたらまあ1人ちょっとね飲んどるけどね俺も飲んどるけどそうだよ大山さんはまあね木工のまあこれあれやね、もう明日には姿形見えるわけやねある程度のその加工だなっていう感じなのねなるな山ちゃんのに借り置きしてえ山ちゃんの軽トラ山ちゃんだったんかいな、うん、竹ちゃんってなんかいるんですいやでももうほぼ明日で形になるのかそうあとだから側どうしようっていうコンパネか大会なんか定着やなということしましょうかって こっちもそうこそや現役木工職人がこの木を持つだけっていうねそれは持ち方もなかったな心得てる人とは違うねちゃうな、うん、ちょっと持ち張るですね、うん、OK、はい、だいぶできたんちゃうはい床に時間かけすぎる床はちょっと時間かかったなだいぶ時間かかったもんな前がちょっとカメラとかいろいろそうやな